裸の勇士明智探偵は何のためにその男を捕らえたのでしょうかまたその男をどこへ連れて行って何をしたのでしょうかそれはしばらくお預けにしておいてお話はそれから五六時間たったその日のお昼頃の出来事に移ります 沖に停泊している早草丸では、宮田さんや船長やサルベージ会社の技師や、その他多くの船員が、甲板に上がって海面を見つめていました。岸の方から一層の小舟が早草丸をめがけて近づいてきたからです。その船には、大人と子供と二人の漁師が乗っています。大人の方が老行いでいるのです。 間もなく小舟ははやぶさ丸のすぐ下まで来ましたそして甲板の人たちに向かって手を振りながら大きな声で怒鳴っていますはしごを下ろしてくれ見も知らぬ漁師がはやぶさ丸に乗せてくれと言っているのですお前は誰だ。だ。何の用事があるんだ甲板から誰かが大声で尋ねました 僕は明智だ。よく顔を見てくれ。ここにいるのは小林だよ。甲板の人たちは明智探偵と聞いてびっくりしてしまいました。しかしよく見ると、顔は黒く汚れているけれど、明智に違いないことが分かりましたので、急いではしごを下ろしました。 漁師姿の明智と小林少年とは、はしごを登って甲板に上がり、宮田さんや船長や技師などと一緒に下の船室へ入りました。そして30分ほど何か相談をしていましたが、それが終わると明智探偵は何か大きな黒い風呂敷包みを小脇に抱えて甲板に上がってきました。そして小林少年と一緒にまた元の小舟に乗り移って、 そのまま岩ばかりの海岸に向かっていきました2人が帰ってしまうとはやぶさ丸の中はにわかに騒がしくなってきました船長が船員や水夫たちを呼び集めてある命令を下しましたすると船員や水夫は忙しそうにあちこちと歩き回って何かの用意を始めたのです ままるるででで戦争でも始まるような騒ぎです無電技師は味方の先行艇を無殿で呼び返しまもなくあの小型潜航艇がはやぶさ丸のすぐそばに浮き上がりましたするとはやぶさ丸のボートが降ろされ13人の裸の船員や水夫たちがそのボートに乗り込みました猿股一つの真っ裸です みんな肩の筋肉が隆々と盛り上がり腕には大きな力こぶのある強そうな人たちばかりですその裸の人たちはみんな背中に酸素のボンベをつけ水中メガネを持ち足の先には大きな水かきをはめ手には妙な形の水中銃を持っていましたボートはロープで先行艇の後ろにつながれ やがて潜航艇は海面に浮き上がったままボートを引っ張ってどこかへ出発するのでしたそれから二十分ほどたった頃潜航艇は岬のすぐそばの岩ばかりの海底に沈んでヘッドライトの三つの目をギラギラと光らせていましたその向こうの断崖のようになった岩に 大きなホラー穴があるのです。昨べ敵の魚形先行艇が突然消えてしまったのはこの辺でした。その時はホラー穴の前にそびえている岩山に隔てられてホラー穴が見えなかったのです。さっき明智探偵は敵の魚形艇が消えた辺にきっとホラー穴があるから探すようにと言い残していきましたので、味方の先行艇がそれを探し回って。 やっと見つけたのでしたそのホラーなは魚系艇がやっと入れるほどの大きさです奥の方は真っ暗で見えませんが非常に深い洞窟のようですボートに乗って味方の先行艇に引かれてきた13人の裸の勇士はボートから海底に潜ってその洞窟の入り口の周りを泳ぎ回っています 夕べはやぶさ丸のそばの海底に現れた鉄の人魚たちはその辺に散らばっていた金の棒を拾い集めてやはりこの洞穴の中へ戻っているに違いないのです。その鉄の人魚どもがいつまた出てくるかもしれません。もし出てきたら水中銃で撃ってやろうと裸の勇士たちは待ち構えているのです。 13人の裸の勇士が水中メガネをつけボンベを背負い足には大きな水かきをつけ水中銃を構えてホラーなの上下左右を縦横に泳ぎ回っているありさまは実に勇ましい光景でしたある者は洞窟に潜り込んでその中の様子を調べようとしています明智探偵の報告によって ケン吉少年もこの洞窟の中に連れ込まれていることがわかりましたのであわよくば洞窟の奥深く泳ぎ込んで賢吉少年を探し出そうとしているのですそれにしても賢吉く君は洞窟の中で怪物団のためにどんなひどい目に遭っているのでしょうか洞窟の牢獄。 そののの少年は、洞窟の中の牢獄に押しし込められていました。裸の勇士たちが泳ぎ回っているホラー穴は奥へ行くほど広くなっていてそこに敵の魚警艇が隠れているのですがさらに奥へ進みますと穴がだんだん上の方へ向かってやがて海面よりも高くなりもう水のない洞窟になっています。 そして小乳洞のように入り組んだ抜け道があり、ところどころに部屋のような広い場所もあります。鉄の人魚の怪物団は、この人の知らない洞窟を見つけて、そこをねじろにしていたのです。曲がりくねった枝道の一つに、一坪ほどの部屋のようなくぼみがあって、その前に、 杉丸太を縦横に組み合わせた牢屋の格子のようなものが立ちふさがっています。洞窟の中の牢獄なのです。その真っ暗な牢獄の中に、学生服を着た一人の少年がしょんぼりとうずくまっていました。それがケ吉少年でした。食べ物はちゃんと運んでくれますし、別にひどい目に遭うわけではありませんが、 格子の中に閉じ込められているのですから、どこへも行くことができません。話し相手もなく、何も見えない。真っ暗な中にじっとしている。ほかはありません。実に寂しい心細い身の上です。今頃、小林さんや明智先生はどうしているのかな？僕がここへ連れられてきたことは？ 誰も知らないに決まっているいくら名探偵の明智先生でも気がつかないだろうああお父さんに会いたいな僕はなぜハやぶさマルなんかに乗り込んだのだろうよせばよかったそうすれば今頃は 東京のおうちにお母さんと一緒にいられたのだそう思うとけんきちくんはいきなり「お父さんお母さん」と大きな声で叫びたくなりましたそして両方の目から熱い涙があふれ出してきてぽろぽろと頬を伝え落ちるのでしたふと気がつくと 孔子の外の岩壁にチロチロと光が差していました。誰かが懐中電灯を照らしてこちらへやってくるらしいのです。俗の手下が食べ物を持ってきたのかしらと思いましたが、それにはまだ時間が早いのです。ひょっとしたら孔子の外へ連れ出されてひどい目に遭わされるのではあるまいか。ふとそう考えると、 ケンキチ君はもう恐ろしくて仕方がありません思わず洞穴の隅っこへ身を縮めてブルブル震えていました凸凹の岩壁に反射する光はだんだん強くなりやがて向こうから怪物の目玉のような懐中電灯がゆらゆらと揺れながら近づいてきましたそれを見ると健吉君の心臓はまるで太鼓でも叩くように恐ろしい速さで打ち始めました 懐中電灯は賢吉君のいる牢獄の格子の前でぴったり止まりましたそして岩の牢獄の中をずっと一当たり照らしてからそこへ来た男は自分の顔の方へ光を当ててみせましたいつも食べ物を運んでくれる賊の手下ですジャンパーを着てカーキ色のズボンを履いたあの嫌なやつです その男は右手で懐中電灯を持ち左手では子どもの体ぐらいもある大きな黒い風呂敷包みを抱えていましたそれはなんだか得体の知れない気味の悪い形のものです健吉君はあの黒い風呂敷包みの中には一体何が入っているのだろうと思うと一層恐ろしくなって体がブルブル震えてくるのでした ケンキチ君。その男が呼びかけました。優しい声です。ケンキチ君は、おや、変だなと思いました。いつもの男の声とはまるで違っていたからです。私だよ。私だよ。悪者に変装をしているけれど、よくごらん。私は、 明智だよ。それを聞くと健吉くんはハッとして思わず立ち上がりましたそして格子のそばに寄って男の顔を見つめました賊の手下とそっくりに変装していましたがよく見ると明智先生でした薄黒く塗った顔の中からあの懐かしい明智先生の面影がスーッと浮き出すように見えてくるのでしたあ 先生健ン君は孔子に取りすがって思わず叫びました。そんな大きな声を出しちゃいけない。私は君を助け出しに来たのだ。今に小林もここへ来るからね。明智探偵はそう言って懐中電灯を高く上げて、トンネルのようになったホロ穴の向こうの方に向かって、 二三度振り照らしましまたするとそれが合図だったらしく真っ暗な向こうの方から何者かが近づいてきましたがそれが明智の懐中電灯の光の中に入ると漁師のような着物を着た一人の少年でしたおや変な子供が来たなと思ってよく見ますとその子供も顔を黒く塗っていましたが どこかに小林くんの面影がありました。やっぱり小林少年の変装姿だったのです。あ小林さん健吉少年はまた叫ばないではいられませんでした。明智探偵は用意していた鍵を取り出して、牢獄の格子の戸を開き、小林少年と二人で中へ入ってきました。健吉くん 無事でよかったね。小林少年はいきなり賢吉く君,いい君も小林少年に取りすがってまるで久しぶりに出会った兄弟のように抱き合ったままいつまでも離れないのでした健吉君、これから君を助け出すのにはいろいろトリックを使わなければならないなかなか難しい仕事なんだよ。 それにぐずぐずしていて敵に見つかったら大変だから大急ぎでやらなければならない詳しい話は後ですることにしてすぐにトリックに取りかかるよまず君は小林君と服を取り替えるんだ明智探偵はそう言って自分も手伝って手早く二人の服を取り替えさせましたつまり 小林くんは学生服を着て健吉くんになりすまし、健吉くんは小林くんの着てきた漁師の子供の着物を着たのです。着替えが済むと、明智は懐から濡れた手ぬぐいを出して、すすを塗った小林くんの顔をきれいに拭き取り、その汚れた手ぬぐいで健吉くんの顔をなで回しました。すると、今まで汚かった小林くんの顔がきれいになり、 綺麗だった賢吉君,ししまま君は私と一緒に陸の方に開いている穴から逃げ出して船に乗ってはやぶさ丸に帰るんだ私もこの服を脱いで漁師の着物を着るから漁師の親子が船に乗っていると思って誰も疑わないのだよ明智はそう言って。 さっき左手に抱えていた大きな風呂敷包みをケンキチ君になりすました小林少年に渡しました。いいかいこれでうまくやるんだよ。私は時期に帰ってくるからね。それまで、君の腕前でうまく敵を操っておくのだよ。はい、大丈夫です。きっとうまくやります。 小林くんは元気よく答えましたそれから明智探偵は格子の外に出てその近くの岩穴の中に隠しておいた漁師の着物と着替え賢吉少年を連れて岩のトンネルをぐるぐる回りながら陸地に開いている例の小さな穴の方へ急ぐのでしたそれからしばらくすると 賊の洞窟の中になんだか得体の知れない奇妙なことが起こりました賊の手下の一人が懐中電灯を持って岩のトンネルの中を歩いていますと向こうの方に黒い人影のようなものがちらっと動くのが見えましたなんだかひどく背の低い子供みたいなやつですの手下は親 と思って立ち止まりまりしたあんな小さなやつは仲間にはいないはずだひょっとしたら賢吉のやつが格子を破って逃げ出したのじゃないかしらもしそうだとすれば大変ですその男はキッとなっていきなりその黒い人影を追っかけましたおいそこにいるのは誰だ待て待たないか 懐中電灯を振り照らして走りましたが、小さな人影はまるでリスのように素早くて、迷路の洞窟の中をぐるぐる逃げ回るので、とうとう見失ってしまいました。ちぃ、素晴らしいやつだ。だが、もしあれが剣吉だったとすれば、ローの格子の中が空っぽになっているはずだ。よし、それを確かめてみよう。 男はそう思って牢獄の方へ急ぎました。そして格子の外に立つと、懐中電灯で中を照らしてみましたが、不思議なことに、賢吉少年はちゃんとそこにいたではありませんか。岩部屋の向こうの隅っこに首をうなだれてじっとうずくまっているのです。男は中に入って調べてみようと思いましたが、格子の戸には大きな情がついていて、 鍵がなくては開くことができませんその鍵は明智探偵の化けているあのジャンパーを着た賊の手下が持っているのですそこで男はその手下を探すためにみんなのいる広い洞窟の方へ駆け出しました岩のトンネルをかけていますとまたしても向こうの闇の中に小さい黒い人影がちらっと見えました 急いでその方に懐中電灯を向けましたするとパッと曲がり角の向こうへ姿を隠しましたがそいつは健吉少年とそっくりの学生服を着ていました背の高さも同じです男は夢でも見ているような変な気持ちになりました健吉少年が二人になったのです一人は鍵のかかった格子の中にうずくまっている 一人は洞窟の中を自由自在に駆け回っているここんんんなななな不思議なことははありまません男はなんだか気味が悪くなってきましたそこでその男はいきなり例の黒覆面の狩猟の部屋へ駆け込んで事の次第を告げますと狩猟はみんなで鍵を持っているジャンパーの男を探すように命令しました。ししかし 賊の手下たちが手分けをして30分ほども洞窟の中を探し回っても奇妙な子供も鍵を持っている男もどうしても見つからないのでしたその捜索が無駄に終わってまた30分もたった頃でした一人の手下が狩猟の部屋に駆け込んできて慌ただしく報告しました「狩猟来ました来ました!した」 県基地の係のジャックのやつがどこからかひょっこり帰ってきました。今ここへやってきます。ジャックというのは牢獄の格子の鍵を持っている男のあだ名です。その報告が終わるか終わらないに、狩猟の部屋の入り口へジャックがぬーっと姿を現しました。ジャンパーにカーキズボンのあの男です。